皆さんお疲れ様です。今日ね、片付けてたらね、一回全出したと思うんですけど、洗って、コンバース出てきたよ。やっと出てきた。どこに置いたんかなと思って、多分ね、円高の時ね、2000円以下で買ってると思う。今すごい4、5000円するもんね、コンバースね。多分 26.5、 7の2分の1かな。 6.5 じゃなかったか、多分入るかな、ね、コンバース、ボロボロコンバースですけど入るんだろうか。これハイランド、これコンバース、いいおっさんがコンバース今から入っていいのかなと思うんですけど、変にね、若い時はコンバースを何気に履いてましたけど、ああ入るな、感じ。あ、ピチ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 だな。8買っとけばよかったね。ピチピチだ全部、ピチピチだな。まあ、もう記念に倉庫にね、直しとこう。これをそうだな、 7.5 7.5 になっとるな。これは8だ。おお、これ一回ね、灰をね、この革タイプ紹介、もうほんとね、出花だったんですけど、買ったやつですよね。8だ。唯一8だ。8だったら、あ、8やね。8だったら、さっと入るね。8か 8.5。8だったら入るね、すって。コンバースね、懐かしいなと思って。いやー、でも出てきてよかったよ。まあ近年にね、これも倉庫行きだね。明日倉庫に片付けて置いとこうかね。これが8やったらね、パチパチやったね、今履いたね。ちょっとね、コンバースもね、ほんと定番でね、スタることがないっていう、よくこれ開発したなと思うんですよね。企画っていうか、すごい。一旦ね、こうボロボロになってもね、かっこいいもんね、色が落ちてもね。ありがとうございます。